今日はみんないろいろありがとね。楽しかったよ。カイト君が来ればもっと盛り上がったのにね。いいのよあんなやつ、なんか用があるとか言ってたし。そっか、じゃあね青子、また明日。おやすみ。カイトのバカ。やっべー、もうすぐ12時だ。青子の誕生日が終わっちまう。坊ちゃま、急ぎましょう。ダメだ、もう間に合わないよ。いいこと思いついちゃった。もしもし。ああ、悪い青子、12時までにそっちに行けそうにねえんだ。どうして、どうして来てくれなかったのよ。青子ずっと待ってたのよ。それなのに、それなのに、最低男、カイトなんて大嫌い。そんなに怒ること。怒るに決まってるでしょ。何が俺のマジックでパーッと盛り上げてやるよ。カイトの大嘘つき。俺は嘘なんかつかねえよ。え、なあ青子、窓の外を見てみろよ。窓の外、何企んでるのカイト。知りたいか、お前を驚かせたくってさっき。あ、マジックをする前にこれから起こる現象を説明してはならない。やっぱ言えねえな。え、マジックをする前にこれから起こる現象を説明してはならない。かの有名なスーサ、いや、サー、サッサッサーの法則。何言ってるのカイト。まあいいや。うわぁ、やべ、行くぞアコ。3、2、1。カイト。驚くのはまだ早いぜ。綺麗。この夜景が俺からのプレゼントだ。ハッピーバースデー青子。ありがとう。Right, huh?